かな、そうかな、サンタさん来るかな、次じゃないかもしれないね。気をします。これから電車に乗るね。うん、3日だけ休み取れた。え、迎えに来てくれるの？ありがとう。じゃあ後でね。もしもあの日あなたに出会っていなければ、こんなに苦しくて、こんなに悲しくて、こんなに涙が溢れるような思いはしなかったと思う。だけどあなたに出会っていなければ、こんなに嬉しくて、こんなに優しくて、こんなに愛しくて、こんなにあったかくて、こんなに幸せな気持ちを知ることもできなかった。元気ですか？私は今でも空に恋をしています。遅い。ごめん。おいで。あ、食べよう。あ、クロス。もしかして好きな人できた？いや、恋はしたいけどさ、どうやって好きになるのか分かんないよ。何？私は好きな人できたよ。誰？ D 組の望む。望む？あー、やめた方がいいよ。なんかピアスジャラジャラで壊さない人でしょ。なんで？本当やめた。何見てんの？これダメだって。本当無理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 。彼氏作る気満々じゃん。悪い？悪くないけどさ、データ作るってどうよ。高校入ってもう3ヶ月、夏休みまでには何とかしたいの。だから返してよ。ねえ、もう無理。やめて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 。あれ？いない。もう行こうよ。他のクラスって落ち着かないし。もう分かったって。マジで話したんだけどさ、あいつ7月に取りに行ったらパンツ履いてなかったんだって。かっこいい。これがマッチで履いてなかったんだって。髪黒い方に決まってんじゃん。ありえなくね。ステージ乗ったら漏れだよな。久しぶり。最近全然遊んでないじゃん。そうだっけ。俺のぞめ D 組なんだけど知ってる？あ、じゃあ番号交換しようよ。ね、教えて。何番？私交換したい。え、あるある。送るね。うん、いいよ。すいません。私にも送って。ありがとう。じゃあメールするね。番号ゲットしたけど、のぞむが見かねないなんて。あーやー。じゃあ約束して、絶対のぞむに手出さないって。します。1億円もらっても絶対出さない。リリーか、おはよう。え、メイクに2時間だよ。つけまつげ超むずかった。どうしたの、いきなり。やっぱあのぞむに釣り合いたいからさ。マジなんだ。うん。でもさ、まつげずれてる。
どうして？動かないで。あ、それちゃった。ちょっと何やってんの？ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、見せて見せて。やめてくれ。どうか。私は気づきもしなかった。私の恋がもうすぐそばまで近づいていたことに。ありがとう、あったよ。よかったな。誰ですか？内緒。またね、ミカちゃん。あれ？何？あの、携帯拾ってもらったものですけど。わかるよ、登録したし。アドレスとか全部消えてて。俺。なんで？消されて本当に困るやつなんていたの？本当にお前と繋がっていたやつなら、向こうからかけてくるよ。ただいま。あ、おかえり。おかえり。あ、お腹すいた。はい。さっきご飯にしよっと。いただきます。お父さんもう一本飲む？うん、いや、今日はこのぐらいにしとくか。ここにあるじゃん。よそ見してんのが悪いんじゃん。じゃあこれ全部私のね。あ、ずるい。ダメだよ。いいよ、一個で。取りすぎだよ。どこそんな取んの？すごい取ってる。ちょっと二人とも、ちゃんとお父さんの分取っといてよ。あ、俺ならお茶漬けでいいから。あら、私にもそれくらい優しくしてほしい。してるだろ。してないか。ねえお父さん、夏休みいつ取る？今年は北海道なんてどう？そうね。今年はダメかもね。え？忙しくなりそうだから。へえ。そこにのボーナス行くか。そんなお金ありません。ちょっとミカ。もう。子供じゃないんだから二人とも。もしもし。俺。何なんですか。寝てたろ。え？寝ぼけた声も可愛いな。起きてましたけど。俺、一番乗り？違います。毎日毎日何のご用でしょうか。邪魔。
だってよ、うん、ほら邪魔だよ。他に友達いないの？ミカの母ちゃんいつも家にいるんだな。人の話聞いてる？てか呼び捨てにしないでよ。いいじゃん、俺ら友達なんだから。だったら名前教えてよ、あと学年とクラス。ああ、俺に興味出てきた。違うよ、こんなのフェアじゃないじゃん。名前は内緒。じゃあ眉毛は？ぶっとい。口は？セクシーな唇。セクシー？できた。外見はどうでもいいや。中身は？どんな性格？中身は優しい男。携帯拾ってやるくらいだからね。うっそ。他に何好き？花。それから誰もいない学校の図書室かな。そっちは？知ってる？生物室に幽霊がいるって。そんなの信じてんの？お前って超可愛いな。あれ怒った？別に。だったらなんで無言なんだよ。私地味だから、可愛くなんてないから。またなんか食うの？太るぞ。ねえ、あなた誰？だから内緒だって。おい、何してんだよ。うるさい。そっちは私のこと知ってるのにずるいじゃん。ずるくねえよ。教えてよ、ヒント。今ストレッチしてんの？お前柔らかいの？硬いですけど何か？なんでもないです。いい曲でしょ？いいね。ミカ、何時だと思ってるの？はい。怒られた。じゃあまたな。ダメ、誰か教えてくれるまで絶対切らないね。新学期になったら会えるのかな？会いたくなった？そんなんじゃないよ、誰か知りたいだけ。もしもし。空見ろ。朝だ。いいから空。飛行機雲。見える？見える。シャメしとこうぜ、一緒に朝を迎えた記念。うん、じゃあ切るね。絶対に嫌だから家まで会社の抵当に入れるなんて。しょうがないだろう、それしか融資を受ける方がないんだ。じゃあ会社が潰れたらこういう。どうする？ケーキ切る？待ってる。どうした？元気ねえじゃん。楽しい誕生日じゃなくてさ、親がわけわかんない喧嘩してて。プールに来て。一日遅れだけどお祝いしよう。え？
やっぱり怖い。電話だとちょっと優しくていい人だなと思ったけど。会いたいって思う？ミカ、何その化粧、似合わねえし。誕生日おめでとう。俺の名前はヒロ。違うよね。これで信じた？電話の人じゃない。だってかわいそうだよ。その花かわいそうだよ。彼女いるって噂だよ。おお、ミカ。それ。肥料たくさんやったかんな。ねえ。彼女いるんでしょ？いたけどもう別れた。見てみ。誕生日プレゼント。そうやってヒロはいつだって簡単に私の心を奪っていったね。
室行ってきます。大丈夫か？行ってこい。と言ってたヒロ、私の初めての恋の相手は川みたいな人だったよ。勢いよく周りを巻き込んで、止まる間もなくどこまでも連れ去っていく。私はヒロっていう激流の中に飲まれたんだ。顔を上げてみ。天気いいからさ、弁当たちうちで食おうぜ。待って、ちょっと早く。こいつミカ。はじめまして。はじめまして。こっち。しかなかった。はい。写メ撮ろうぜ。せーの。下手くそ。うるせえよ。もしかして初めて？優しくするから。ヒロ、こんなにも優しい痛みがあったなんて、私は初めて知ったよ。帰んの、さっき。心が裂けるような残酷な痛みがあるってことも知ったよ。
もしもし、ヒロ？早く来すぎちゃった。うん、待ってるね。はい。思ってやれなくてごめん。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 ここにいるって分かったの？俺の愛の力だな。出てやるから。頼まれたんで金やるからって詐欺って女に。病院だけは行こう。私がついてくから。私も同じような目に遭ったことがあるんだよ。だから強くならなきゃって思った。でも美香ちゃんにはヒロがいるから。頑張って強くならなくていいんだよ。
こいつがやらした。俺の元カノ、サキ。やめろよ。ミカ、どうしてほしい。お前が望むんだったらこいつ殺す。ヒロと一緒にいられなくなるのは嫌だ。帰りなさい。ただいま。ミカ、すいません、俺が自転車で転んで。今日も学校休む。うん、分かった。無理すんなよ。うん、じゃあね。じゃあな。どこも異常ないし、妊娠もしてないって。ミカはミカのままよ。明るくて素直で可愛いミカのまんまだから。ミカは何にも恥じることなんかないんだからね。もしもし。ミカ、今日は行こっかな。窓開けてみ。おはよう。ここが俺の一番好きな場所。俺さ、ガキの頃よくいじめられてたんだよ。言えない。悔しくてさ、絶対勝ってやると思ってそいつを初めてここでボコった。ここに来ると強くなれる気がするんだ。やっぱりヒロは川みたいだね。どんどん前だけに進んでいくの。川より空になりて。そしたらミカがどこにいてもすぐに分かる。ミカを傷つける奴がいたら飛んでってボコボコにできる。
スにも書いてあるみたい。俺の女いじめてるやつは誰だよ。いいか、今度やったら女でもぶっ殺す。何があっても美香は俺が守る。私大丈夫だよ。もう怖くない。ねえ、カメラ撮ってもらおうよ。ありがとうございました。すいません。
はい、ラブラブの4人なんで撮ってください。はい、いいですよ。さあ、今日はミカな。ミカで。これからもずっと大好き。優しい光が降り注ぎ始めていたね。暗闇を知ったからこそ見える穏やかな光。ヒロが見つけてくれた光。雪降るかな。こんだけ寒けりゃ降るんじゃない。雪か。寒いよね。今バイツ行こうかな。いいか。どうしたの。大丈夫。どうした。平気って顔じゃないじゃない。明日病院行きましょう。俺がついていくよ。あがたさん。はい。あがたかなさん、はい、こちらへどうぞ。大事な話って、別れ話なら聞かねえぞ。どうかしたのか。あのね、ヒロの赤ちゃんできてた。俺らの子供も、てか産んでくれ、絶対に幸せにするから。産んでいいの。当たり前だよ。頑張って二人で育てようぜ。ちょっと違う。ちょっと違う。違うか。シンプルな。指輪って難しいな。かわいいじゃん。よし。触っていいか。名前どうする。男の子か女の子かも分かんないからな。図書室でできた子だから本っていう字つけね。やだよ、赤ちゃんが大きくなった時説明できないじゃん。そっか。そうだよ、ゆっくり考えような。じゃあけじめでもつけに行くか。生まれたらさ、2番目に抱かせてよね。バーカ、2番目は俺だっつーの。どうやって育てるつもり。俺学校辞めて働く。幸せにする自信あるのかい。自信じゃねえよ、絶対にそうすんだよ。俺は何も言わない。
ありがとうございます。なんだよ。この度は美香さんの妊娠、赤ちゃんを赤ちゃんを産みたいの。僕学校辞めて働きます。お願いします。俺が18になったら美香さんと結婚させてください。お母さんになるって簡単なことじゃないのよ。私頑張るから。強くならなきゃいけないのよ。許していただけるまで帰りません。君に私の気持ちがわかるか。言われるまで何度でも来ます。ヒロ、あ白髪になってるよ。相手だな。この手に抱っこされる赤ちゃんは幸せだな。ヒロ、髪黒くしたらお父さんっぽく見えるよ。早く寝ろ。体冷やすなよ。じゃあな。おやすみ。今年の夜もさ、4人で遊ぼうよ。ごめん、パス。今年はさ、ヒロと2人で過ごせる最後のイブだから。どういうこと？ヒロが退学しようとしてるって。どうせあんたのせいなんでしょう。あなたには関係ないことだから。ふざけんな。あんたさえいなかったらヒロは私のものだったのに。サキ、こんくらい余裕で。ヒロはものじゃない。好きなら卑怯な手ばっか使ってないで正々堂々勝負しなよ。ヒロを好きな気持ちは負けないんだから。きれい。来年は家族3人で見れるんだな。だって三人だよ。ほら、赤ちゃんの写真。ちっちゃいな。でも生きてんだな。ヒロに似たらさ、嫉妬深くなるね。ミカに似たら、うん、泣き虫になるな。何それ。可愛くなるとか言ってよ。ん、何これ。開けてみ。よいしょ。
男か女かまだ分かんねえから。ヒロってば早すぎるよ。でも可愛い。ミカ、痛い。ミカ、ミカ、どうした？ヒロ痛い。ミカ、ミカ、ミカ、ミカ。ミカ。赤ちゃんは？お腹の中でね、もう亡くなってたって。ミカ転んだりした？嘘。ヒロ、ヒロは赤ちゃんが危ないって知って知っていたまんま。車は回してくる。あ、ヒロ君。何かあったらすぐうちに電話するのよ。冷たいの？ずっとお祈りしてた。赤ちゃんいないの？ミカのお腹にもういないんだよ。私にくれた花の隣。女の子だったんだって。弱いお母さんでごめんね。少しの間だったけど、幸せな時間をありがとう。またいつか生まれてこいよ。12月24日、毎年命日には二人で来よう。
していこうぜ。いや次もっと誘って盛り上がってさ。今日もヒロサボり10人くらい今度また誘ってやろうぜ。オールでさ、そう隣やつ一緒乗り行け。ヒロ学校じゃないの？2年になってから休んでること多くてメールしても返事来ないし。赤ちゃんのことなんかまだ引きずってるみたいなんだよね。もう少しほっといてやってくんないかな。ごめんね、美香ちゃんの方が辛いのに。いえ、じゃあ失礼します。いつまでもこのままってわけにはいかないでしょう。もしもし、あやだけど明日ヒロンチ行くじゃん。え？あれ？ヒロンち親いないから騒ごうってヒロから聞いてない？あ、忘れてた。一緒に行く？ううん、一人で行く。わかった。ちょっと、大丈夫？大丈夫？しまってやだ。誰よ？モノマネ、モノマネやってる？ミカやばいよ。おー、ミカ、はい、お前ら注目、俺の彼女のミカ。おー、ミカちゃん、はい、お待ちして。バイバイ。まだ見るぞ。俺ら別れよ。お前ゆうべキスしたろ、のぞむと。キスしてたのはヒロでしょ。なら話早いじゃん。なんで？別に、いろんな女と遊びたくなったんだよ。何それ。女のお前に説明したって分かんねえよ。かつ結びて久しくとどまりたる試しなし。
用語を見てると歌方は水の泡を意味し、試しは前例を意味します。やっぱり分かんない。放課後話したい。図書室で待ってる。ヒロ、さっきはごめんね。連絡待ってるから。ずっと待ってるから。したいんです。もしミカちゃんとヒロが運命の二人なら、今別れてもまたいつかどこかで。じゃあね。ヒロへ、これで最後のメールにします。ミカはやっぱり今でもヒロが大好きです。別れたくないです。ヒロが別れたい理由もわからない。明日の朝、学校が始まる前にヒロの一番好きな河原で待ってます。来てくれなかったら、その時はきっぱり諦めます。他人なんだから。付き合う気があるから来てくれたんじゃないの。ミカはヒロが好きだよ。別れたくなんかないよ。俺もうお前の涙拭いてやれねえから。私にとってヒロは初恋だったから、恋の終わり方なんて知らなかった。
ねえ、次晴れ行こうよ。ボーリング？いいね。やばい、交代の時間10分も過ぎてる。嘘。恋の終わりがこんなにも苦しいのなら、私はもう二度と恋なんてしない。恋なんてしない。男を忘れるには男だよ。ミカちゃんです。はい、おう、おかえり。ケンです。ケン明大の1年生です。お、今日は楽しいクリスマス。お待たせしました、ユウです。ちょっとみんな弾いてるし。あれ、あのモロホストじゃん。あらら、マジで、うん、ほな転職しよっかな。おい、もう食べようよ。おー、こういうのにはね、あの方程式があって。あー、ジェンカ、ジェンカ入った。ケンカ、ジェン、ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさい。片付けろよ。すみません、すみません、すみません。はい、頑張ります。もうすぐクリスマスやね。あのさ、告白されるんやったらどんなシチュエーションがいい？腕いっぱいのかすみ草を抱えて好きって言ってほしいかな。かすみ草ってどんなん？俺そういうの疎いね。白くて小さいけど大きい花です。それぐらい知っとかないと女の子にモテませんよ。剣、右手黄色。右手が黄色だい。右手が変なとこ触んない。黄色だい、どうだい、ほら、どうだい、これ。泉、左足、赤。左足が赤。ここが。ああ、もうやめよ。来いよ、来いよ、来いよ。剣、左足黄色。え、俺、左足黄色。そう、やめよ。あ、面白くない。やめてくれ。左足黄色ね。分かった。触んない、変なとこ。これ、どうだ、これ。どうだ、これ。変なとこ。はい。剣が左手青。左手青？変なとこ触んなよ。これ触んなよ。やめろよ。ほら、まずどうなんだ。まずどうなんだ。はい。え？ミカちゃん、どうして？いや、雪降ってきたから送ったろうって思って探してて、でほなこの辺よう知らんから道に迷ってな、うわあかんわって思ってたらミカちゃんおった。いや、俺ら運命感じるな。うん、送ったる、早い行こう。どうぞ。ユウは運命って言ったけど、私には赤ちゃんが合わせてくれたような気がした。もう恋はしないなんて悲しいこと言わないで。ママが寂しいと私も寂しいんだよ。
そんな風に言われた気がしてた。どうすんの？境内受けてみようかと思うんだ。やっぱゆうさんと付き合ってんじゃん。違うよ、本当に勉強教えてもらってるだけ。ミカ、そろそろ次の子行ってもいいんじゃない？ぬずまはどうするって？専門学校、ヒロと同じ。ごめん。大丈夫。あと1年でみんなバラバラなんだね。ほんまに全部やったんか。うん、偉いで、ミカ。よしよし。ミカ、あれ受け取ってくれへんの？聞かないんですか？イブの日なんであんなところにいたのか。なんとなく分かる気するからな。どんなやつやった？顔みたいな人だった。いろんなもの巻き込んでどんどん先に行っちゃうの。私は置いていかれちゃった。そうか、そいつが川やったら俺は海になるわ。何度でも打ち返して絶対にミカから離れへん。海になるわ。いろんな気持ち全部抱えたままでいいから俺んとこ来おへん？なんで私なんですか？妹みたいやからな。妹？うん、5歳くらいの子供じゃないですか。二度目の恋はヒロとは正反対の、とても穏やかで優しい恋だった。お前は本当に離婚するっていうのか。安い。前は一つの大きいお皿におかずがあってみんなで取り合って食べてたのに、いつの間にか
人一人の小さいお皿になってた。離婚しちゃうなんてやだよ。家族がバラバラになるなんてダメだよ。絶対やだよ。あ、無断外泊しちゃった。どうしよう。おはよう。おはよう。ほな出発や。え？出発。ただいま。何してるの？くっつければ絶対戻るって。大丈夫や。美香さんとお付き合いさせていただいている福原優と言います。境大の2年生です。美香さんは昨日僕の家に泊まっていました。すいませんでした。ずっと泣いていました。家族と離れるのが嫌やって。こんなに家族思いな子なかなかいないと思います。みんな大好きなの。だから家が変わっても住む場所が離れても離婚だけは絶対嫌だよ。ほな帰ります。え？失礼しました。ありがとう、ユウ。大好き。大胆やな、こんなとこで。お昼、唐揚げでいい？うん。あ、懐かしい。んすごい顔してる。覚えてるか、これ。ほら、絶対作品食べるんだよね。食べる、食べる。4人でね。そう。絶対ミカ残すの。それお父さんだろう。好きだったね。懐かしい。懐かしいな。父は会社を手放すことになったけど、家族はバラバラにならずに済んだ。ユウ、あなたはどこまでも優しかったね。まるで深くて静かな海の安らぎのように。
全て怪我すんなよ。大丈夫。あ、これこれ持ってき。あ、ありがとう。すぐ戻るね。うん。久しぶり。帽子かぶってるヒロ初めて見た。マイブーム似合うだろ。あんまり学校来てないみたいだね。ああめんどくせえし。もう赤ちゃんのことなんて忘れてると思ってた。ヒロ、なんで私たちこうなっちゃったの？受験頑張れよ。なんでいつも一方的なの？なんでいつも私のこと置いていくの？答えてよ。答えてよ、ヒロ。待ってよ。あの時別の道を選んでいたら少しは私たちの運命を変えることができたのかな。あなたを失わずに済んだのかな。
バイバイ。目覚ましが鳴る前に起きて、もう思い出さない。時を止める。ベオルフ、ベオルフというのは思い出せのはもうなんとなくだけど、君のこと一億分の君に会えた奇跡なんかもいつの間にか忘れちゃうかな。忘れたことさえもきっと忘れてしまう。思い出すのは一年で一度だけ。三名からこれかぶってき。やだ、恥ずかしいよ。10秒以内に開けんかったら没収や。え1、2、3、4、5、6、7、8、9。プレッジ誓い。これで美香はほんまに俺だけのもんや。うん、ずっと一緒にいる。行ってくるね。俺も一緒に行くわ。ほんまに行かなあかんの？そいつに会うかもしれんのやろ。ゆう、ごめん、何言うてんねん俺。約束したばっかじゃん。待ってて。のぞむ、どうして？のぞむ、ヒロに頼まれてきた。代わりに届けてくれって。来年もその次もずっと届けてくれって。あいつ100個以上も渡すんだ。俺だってそんなに長く生きられるわけねえのに。どういうこと？ねえ、どういうこと？あいつもうすぐ死んじゃうかもしれない。ガンなんだって。変な冗談やめてよ。ずっと口止めされてた。
ミカにだけは言うなって。でもあいつミカのこと待ってる。ミカのこと思って一人で戦ってる。いつから？高2になった頃から。俺ら別れよう。もうお前の涙拭いてやれねえかな。マイブーム嫌だろ。何してるん？もう1時間やで。ヒロがお参り来れないんだって。ヒロ、死ぬかもしれないって。病気なんか？私を待ってるんだって。私行かなきゃ、行かなきゃ。行ったらあかん。そいつはまたミカのことを置き去りにしていくんやで。今度こそ戻ってこんのやで。戻らない。あかんって。拾ったらあかん。好きな女の幸せ願えへん男は最低や。幸せにならな承知せんで。そいつがもしミカのこと傷つけたらどの手使ってでも奪いに行ったるからな。行け。俺が泣く前に早行け。ありがとう。行くね。届けてくれたか。バカ。何しに来たんだよ。なんで言ってくれなかったの。関係ねえからだよ。指輪してる。指輪してるくせに強がんないでよ。お前がそういう風に泣くと思ったから嫌だったんだよ。早く行けよ、あの図書館の彼氏のとこ。お前は幸せそうに笑ってた。これでもう安心して死ねると思った。
ミカ、お前を遠ざけようとして俺ひどいことばっかりした。ごめんな。来てくれてサンキューな。幸せになれよ。ダメだよ、ヒロじゃなきゃやだ。ヒロが幸せにして。あと3ヶ月持つかどうかも。ずっと好きだったよ。たくさん遠回りしたね。でもやっとお互い一番来たかった場所に戻ってこれたんだね。私たちは毎日のように会ったよね。まるで会えないでいた時間を取り戻すみたいに。ただいま。おかえり。食欲ないの？まずくて。みかんキャラメル食べてみる？いらね、俺に遠慮しないで食えよ。おーい。うん、おいしい。マジか、じゃあ俺も。あれ、もしかして毒味噌したの？なんだよ。なんだよ。なんでもない。うん。今思ったんだけど、ミカとミカンって響き似てね。ん？なんか元気もらえた。ミカとミカンだからな。バカ。ねえ、休学してヒロの看病したいの。ごめんね、今までもいっぱい迷惑かけたのに。同情なら余計ヒロ君のこと。同情なんかじゃない、ただ恋してるだけ。あれ吐く。はい。神様、ヒロを連れて行かないでください。私にどんな辛い試練を与えてもいいから、ヒロを連れて行かないでください。奇跡を起こしてください。神様、遅えよ。ごめん。外出許可もらえたのミカちゃんのおかげだよ。二人でゆっくり過ごしな。
よし。ダメだよ、部屋でゆっくりしようよ。いいから乗れよ。わかった。じゃあヒロが後ろに乗って大丈夫か待って待って、無理すんなよ、動かないで。あ、危ない危ない。ここでいろんなことがあったね。お前が携帯なくしてヒロが拾ってくれて、一緒にサボって喧嘩もした。あ、そうだ、あった。これヒロでしょ。やっぱりミカか。おいしい？うん、すっげーうまい。ヒロ、ミカと結婚して。ミカだけがヒロの特別なんだって、一緒に生きてるんだって証拠をちょうだい。やるよ。お前の欲しがるものだったら何だってやるよ。田原美香、あなたは桜井宏樹を夫として生涯愛することを誓いますか？誓います。綺麗だぞ、ミカ。三人で祝いたかったな。俺とミカと俺らの子供三人で。それが今の俺の夢。それだけのことなんだ。ヒロ、ヒロ、死にたくねえよ。ヒロ、大丈夫。ヒロ絶対死なないから。もっといろんなことしてる。言葉を当てたい。ヒロ、ヒロ大丈夫。ミカが死なせないから大丈夫ね。愛してる。初めて言ってくれたね。ミカもだよ。ミカも愛してるよ。
さん？どっか悪いの？私は付き添いで。そっか。私のこと恨んでるでしょ。ひっぱたいていいよ。許してなんかもらえないと思うけど、母親になるけじめ、触ってもいい？元気に生まれてきてね、お願いね。ああ、また間違えた。ナミカ。ん？死んだらどうなるのかな。天国に行くんだよきっと。俺はさ、うん、空になりてえな。空になってずっとミカを見守るんだ。ストーカーみたいに？じゃあ私は空を見るたびにヒロを思うね。晴れの日はヒロの機嫌が良くて、雨の日はヒロが泣いてる。夕焼けの空はヒロが照れてる。夜空は優しく私を包んでくれてるんだってね。こんな安い指輪しか買ってられなかった代わりにさ、宇宙の星全部お前にやるよ。病気状と検査状と。ミカ、これプリントしといて。じゃあな、ミカ。
生お願いします。はい。ヒロ君の葬儀無事済んだわよ。ヒロ君のお姉さんがこれミカにってヒロ君が書いてたものなんだって。ここに置いとくわね。一緒に寝てもいい？Thank you.
行かないのよ。ミカが戻ってきてくれた。風邪なんかひいてねえかな。ミカ、ミカの目が腫れてた。もう話したくない。ぜひとも話したくない。大丈夫かな。いつだって私のことばっかじゃん。ちゃんと生きてくれるかなと泣いたんだよ。気にしない。ミカ笑って。私はちゃんと生きてるでしょ。ヒロが届けてくれた幸せな時間は思い出になんかなってない。いつだってヒロをすぐそばに感じてるんだよ。ヒロ、私は今でも空に恋しています。そしてこれからもずっと永遠に。怖がらないで、手当たり次第に明かりつけなくても、いつか一人ぼっちの夜は明けてゆくよ。転んだ日は遥か遠く、さあどこへ行こう、またどこかで出会えるね。ああとりあえずさよなら。自分が誰かわからなくなるとき、君に語りかけるよ。でももし笑い合う。
手を振るよ。